こんにちは、市役所です。後半は第71回人権週間について、人権擁護委員の西村さんと人権男女共同参画課の野口さんにお話をお伺いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。第71回人権週間ということなんですが、まず人権週間とはどのようなものなのか教えてください。はい、法務省と全国人権擁護委員連合会が毎年12月4日から10日までの間を人権週間と定めています。はい、この1週間に人権尊重についての啓発活動を全国的に展開しています。家庭や職場、学校において家族や仲間たち、友達などと一緒に人権について考えてもらうよう活動しております。なるほど。私たちみんなが人権について考える1週間ということなんですね。はい、人権というのは全ての人が生まれながらにして持っている幸せに生きていくための権利のことです。はい、私たちの暮らしの中では自分の権利ばかりを主張しすぎてしまうあまりに他人の権利を犯してしまうことがあります。はい、また他人の悪口を言いふらしたりすることで気づかないうちに誰かの名誉や信用を傷つけてしまっていることもあります。私たち一人一人が相手の立場を考えることで互いの違いを認め合って心がつながる豊かな人間関係を築いていきたいものです。なるほど。こう自分が自分がではなく相手の立場にしっかり立って考えることが重要だということなんですね。はい、よくわかりました。それでは今年の人権週間の啓発目標を教えてください。はい、今年の啓発目標はみんなで築こう人権の世紀、考えよう相手の気持ち、未来へつなげよう違いを認め合う心です。はい、男女差別、障害者差別、外国人差別、ブラック差別などあらゆる差別や偏見をなくしてみんなが明るく暮らせる社会を作るために、私たち一人一人が人権について正しく理解し、周りの人の人権を尊重する意識を持つことが大切です。はい、私たちの周りからこうあらゆる差別ですとか偏見なくなっていくといいですよね。はい、それは今年の人権週間ではどのような啓発行事が予定されているんでしょうか。はい、彦根人権擁護委員協議会の主催で第71回人権週間のオープニングセレモニーが開催されます。はい、12月1日日曜日午後2時からアルプラザ近江八幡でミニコンサートや人権クイズ抽選会などもあります。皆さんのご来場を心からお待ちしております。はい、では東近江市内ではどのような活動をされるんでしょうか。はい、東近江市では12月3日火曜日に市長が一日人権擁護委員となって街頭啓発を行います。はい、また人権擁護委員や人権擁護推進員の皆さんが JR 能登川駅や市内の商業施設など12箇所でメモ帳やカイロなどの啓発グッズを配布して市民の皆さんに広く街頭啓発を行います。はい、他にも11月から12月にかけて人権擁護委員が市内の小中学校や園を訪問して人権教室を行ったり、社会福祉施設を訪問するなど毎年さまざまな啓発活動を行っています。なるほど。また12月5日木曜日には東近江市役所で特設人権相談を行います。はい、人権に関する相談がありましたら無料で秘密も厳守されますので気軽に相談にしてください。わかりました。また毎月第1、第3水曜日には市役所で特設人権相談を実施しています。日程が変更される場合もありますので広報東近江や東近江市ホームページで確認をお願いします。はい、この機会に私たちも改めて人権について考えていきたいですね。はい、後半は第71回人権週間について西村さんと野口さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。